い、こんばんは。今日2015年の7月、高校1年生の進研模試の数学の解説をしたいと思います。まあ、全国の進学校の、ね、高校1年生は7月に進研模試を受けて、公立はですね、進研模試を受けて、で、まあ、受けるんですけど、まあ、前年、もしくはその2年前の7月の過去問をですね、やると思うんですけども、当然課題に出るとは思います。これもちょっと今年の高1が、まあ、ある学校、まあ、これある学校の課題なんですけども、それをちょっとお借りして、去年の7月に行われた進研模試、7月ですね、高校1年の7月の進研模試を解説したいと思います。じゃあ行きますね。読めるかな？四角2番。実数 X について次の3つの事柄 ABC があると。ただし、小文字の A は0で出ない定数とすると。A、X を2倍して1を足した数を3で割った数は、X を2倍して3を引いた数を2で割った数を2、1を足した数より小さい。めんどくさいね。で、B、X をルート5を引く3倍して4を足した数は0、0以上、2ルート5以下。以上と以下って入りますから、必ずイコール入れてくださいね。小なりイコールと大なりイコール。で、C。X から 2A を引いた数を A 倍した数は 3A より大きいと。よりっていうことはイコール入りません。で、問1。映ってるかな。で、問1。A を X の不等式で表す。また A を満たす X の範囲を求めなさい。2番。B を満たす X の値の範囲を求めよう。また A と B を同時に満たす整数 X の個数を求めようと。3。B と C を同時に満たす整数 X がちょうど1個となるような小文字の A の値の範囲を求めなさいと。はい、じゃあやってみましょう。じゃあ別紙にてやりますね。じゃあ。はい、じゃあ。A について解くと、まず、まあ問題読むとこれが言えますよね。で、これを、まあ、解いていきますよ。6倍、6倍、6倍。プラスで書けますので、まあ、代償関係変わりません。はい、じゃあ6倍しましたと。で、あとはもう、X を左辺に持ってきて、じゃあ回答は X は2分、X 大なり2分の5。これは回答となります。で、2番。B について解くと、まずこれが言いますよね。0以上 2ルート 5X 以下と。ですね。じゃあこれを2つに分けましょう。これとこれで。で、連立方程式の形にします。じゃあ、1と2解きますよ。じゃあ、1番より、まずこれが言えます。X の部分を左辺に持ってきてください。で、これっていうのはもう結構これと一緒ですよね。で、3イクルート5、まあ、ルート5は 2.2、富士山6往分なくだから、2.2、だからこれプラスになりますので、この3イクルート5ではあるんですけど、プラスではありますので、代償関係変わりません。じゃあ、こうですね。いいですか。で、あとはじゃあこれ、後々これ、分母が、分母にルートがあると分かりづらいので、有理化しておきましょう。3プラスルート5を上と下にかけて、じゃあ答えは、答えっていうか、その1番は、X 小なりイコール3プラスルート5ですね。で、今度2番。2番から、じゃあ、X がついているの左辺、数字は右辺に。で、まとめるとこうなりますけども、これ自体がマイナスなんで、このマイナスルート5マイナス3で両辺割ると、代償関係ひっくり返ります。マイナスで割るからですね。じゃあ、こうなります。で、これがこう変わるので、じゃあ、これもワード算積で、右辺の部分を分母有理化しますよ。そしたら、ここまで行き着きます。じゃあ、1ダッシュと2ダッシュ。1ダッシュと2ダッシュ。だから1ダッシュは、これですね。で、2ダッシュがこれ。それの共通範囲だから回答は、x は3引くルート5、小なりイコール、x で小なりイコール3プラスルート5となります。で、今度、ルート5と、3プラスルート5と3引くルート5が一応どの範囲か。まあ、大体その、2.2 だから、まあ、大体想像つくんですけど、一応証明としてですよ。数学の答案として、ルート5はこの範囲と。3を足していくとこれが言えると。じゃあ今度、これにマイナス1をかけていくと、代償関係もひっくり返ってこうなりますと。で、3を足していくとこうなります。ということで、じゃあいきますよ。A の範囲が2分、まあ2分の5って 2.5 だから、これより大きいと。B の範囲はここからここですよね。ということは、じゃあ、こう、共通部分だから、結局こうなります。だから整数は3、4、5を取るので、じゃあこの数直線よりですよ。この数直線より、じゃあこの数。数直線より、直線より、A と B を同時に満たす整数は3個と、が言えます。続いて3番。これがちょっと厄介だったですけども、C についてと。まず、問題文からこれが言えます。ですね。で、条件から A は0じゃないです。ここでいきますよ。A、今から A でこうやって割るんですけども、A で割るんですけども、A がプラスだったら、代償関係同じですよね。でも A がマイナスだったら、代償関係ひっくり返りますよね。で、それを
その2つを場合分けしてみますね。じゃあ A が正の時、じゃあ今から A で割ります。X 関係ないから。A でこう割ったらこうなります。じゃあ X は 2A プラス3より大きいと。じゃあ A が負の場合、じゃあ A で割るから代償関係はひっくり返りました。これからこうですね。で、X は 2A プラス3より小さいと。でなんですけども、それぞれですよ。1番は1番の時、この1番の時にちょっと拡大しますね。元々の問題が、B と C を同時に満たす整数がちょうど1個か。だから、今の C の A が正の場合は 2A プラス3よりこう大きいんですよね。で、B の場合は、こっからこの範囲でしたよね。そしたら、3プラスルート5が5と6の間なので、この 2A プラス3っていうのが、その整数1個、5っていう整数を1個持てばいいので、2A プラス3が4と5の間に入ればいいと。あ、これですね。4と5の間に入ればいいと。4と5の間に 2A プラス3っていうのがここ入ってくれれば、これとこれの共通範囲は、共通の整数は5と。って言えますけども、この 2A プラス3が4と5の間なんですけども、4の真上に来てもいいですよね。4の真上、2A プラス3が4の真上に来ても、4は入らないようでも、5が入ってくれますので、だから4のところにイコールつけてください。ただし、5の上にはつけないように。5の上に、あ、つまり 5にイコールつけると、2A プラス3がこの真上に来ると、5が入らなくなるので、じゃあ、これを解いていってください。じゃあ、A は2分の1以上、1未満と。まあこれは条件満たす。条件というのは A は正という条件ですね。で、今度2番の時は、まあこれ解きましたけども、その後に、じゃあ 2A プラス3っていうのは、1と2の間に入ればいい。つまり3引くルート5が0と1の間なので、ということは1っていう整数を作るために 2A プラス3が、1と2の間に入ってくれればいいです。ただし、2A プラス3は、2の真上に来てもいいですよね。2の真上に来ても、白丸が真上に来ても、1っていう整数を満たしますので、ただしこれが1の真上に来ると、整数を満たさないです。だから、1小なり 2a プラス3小なりイコール2、これを解けばいいです。じゃあ、マイナス1より大きくて a はマイナス2分の1以下と。じゃあ、これは条件満たします。条件っていうのは a は負って条件ですね。じゃあ、以上から、1によりマイナス1、小なり A、小なりイコールマイナス2分の1と。で、もう一つ、または2分の1、小なりイコール A、小なり1と。となります。だから、この3番の、証明は、証明っていうか、その答案としてですね。これをやって、で、この後これを解いてくださいね。で、今度2番はこれを解いて、で、これを解く。数直線をつけてですね。で、回答はこれまたはこれと。っていう流れで、結論はこれです。よろしいでしょうか。じゃあ以上です。